です。はい、お願いします。皆さん、本当はですね、僕がちょっとマイクをつけ忘れてしまったせいで、テイク2となっておりますが、はい、2回目です。よろしくお願いします。本当にすみませんでした。大丈夫です。はい、ということで、本日は今、TikTok で話題を皆さん、あの2人のグローブ紹介をさせていただこうかなと思っております。まあ、野球女子が、どんなグローブ使ってるのかって、多分皆さんも、ね、すごい興味あると思うので、ぜひぜひこだわりがあるからね。はい。プレッシャーかけると思うんですけど、言ってもらえればなと思います。はい、はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。でね、まだちょっと催眠かかってるようだったら、かかってるよって言ってもらえれば、パシンって多分、はい、起こすんで。叩きますよ。叩きますよ、僕が。やばい、これはパワハラだから、自分でやる頃にはいいけど。ということで、じゃあ、ミネさんから、まずグローブ紹介の前にドーンと出していただいて。はい、これはミズのグローバルリーグですね。なるほど。なんか、あれですか、これいつ頃買われたとかって半年前ほどにこれ、はい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 、なんかどちらのスポーツショップとか覚えてますか？ゼビオ。なるほどね。はいはいはい、ゼビオ最近公式を持ってますからね。前までは量販店で軟式のそのおしゃれなところっていうのが多いイメージがあったんですけど、野球女子の皆さんも公式をゼビオで買えるので、ぜひちょっと見てください。こちらなんか買われた時のポイントとか決め手とかポイントがあれば。色は前々からこの色、フレンチ系が欲しいなと。はいはい、まあ、はい、いいですからね。はい、ちょっとお借りしてもいいですか？はい、ありがとうございます。お邪魔します。あ、飛んできそうなぐらい軽い、本当に。実はね、テイクワンの時にもう驚いちゃってリアクション取って、あまりね、驚けなくなっちゃった僕は悪いんですけどね。ここに薬指リングみたいなのが、指掛けが薬指までつながってて、手の中での一体感がさらに増していくって。なのでここに1個通されてての、薬指用の指掛けがここにあって、小指用の指掛けがここにあるっていうようなグローブですね。指股がありの逆巻きになっているので、結構広めなポケットのグローブとなっています。で、なんかこだわりとかってあります？しっかり取りたいので、はいはい、ちょっと丸みを帯びた形になってます。そうですね、確かにここがすごく丸まってるっていうのと、こういう風にもこうやってみるとかなり丸みを帯びた型をしているので、ソフトボールを包み込むようなイメージの感じのグローブとなっているので、取ったら離さないなっていうのはありますね。で、めっちゃ押してますね。深いし、丸いポケットだけれども、すぐ取って投げたい時なんかは、人差し指でしっかりと押して、握り替えも早くできるような、まあそれがポケットが広いっていう面で出てくるのかなっていう、グローブとなっています。これもうダイバーシティブルーじゃないので、去年青かったんですよ。基本的に同一色のような色をしているので、めちゃくちゃおしゃれだわ、そこの感じがしますね。これだけど、使い込んだ半年でこのツヤってなーにっていうね。ということでね、このグローブもすごいいいので、もちろんさっき言った通り、ゼビオで野球女子の方もグローブ買えるし、公式用のグローブも買えるしっていう感じなので、まあぜひ参考にしてもらえればなと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、輝いてるね。光ってるね。これもグローバリーか。グローバリー。なるほど。結構これもう使い込んでますね。はい。これ何年くらい使ってますか？もう3、4年くらい使ってます。はいはいはい。まあ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 、そのぐらい使ってるよなって感じのかっこいい使い込み方のグローブですね。お手入れもしっかりされてる。あのさ、公式、キャッチャーそれ公式？ああ、よかった。はい、すいません。ちょっとね、怖かった自分がいたんで。ちょっとお借りしてもいいですか？はい、ありがとうございます。まずね、本当に一番に出てくるのは強くから、まあ、蹴りだよね。松崎しげる。いや、いい意味でね、本当にめちゃくちゃ、まあ、黒いグローブだし、でもツヤも本当にすごいので、もう蹴ってる感じが本当にするので、やばいっすね、これは。クロスウェーブのここがちょっと補強されてるのかな、紐が入ってるので、ウェブ先は強めかなっていうグローブ で、なおかつこれも本当に広いですね。まあやっぱりね、押してるよねっていう感じですね。で、同じく広いけどめっちゃ丸い。やっぱりさっきのような感じの。なるほどね。じゃあそここだわり自分で言ってもらうから。これオールダウンのグローブなんで、あの内野手にしたくて、はいはい、まず肩を作った後に、うん、なんか腕取りとかそういう点をできるように、はい、あのちょっと広げたくて。まあそうですよね。公式用ですよ。公式用のオールラウンドってちょっとまあ深めなイメージ、確かに大きさは確かに内野用に近いようなイメージはあるんですけれども、結構深いので、内野の方だったら結構浅くしたいかなっていうんだったら、やっぱこう押してくるのかなっていう感
感じがします。でもこれ逆巻きではないですね。あ、そうです。順巻きで、まあそこはしっかりと安定性を少しは出していこう、全部が引くだけじゃなくみたいな感じですね。あとですね、よしこれなんかもう購入した時にどうしてこれ買ったかって覚えてますか？値段の方を考えながら。ああ、まあまあグラマデリットって比較的手出しやすい公式用もなかったから、もちろん同じ水野の水袋とか高すぎる問題はあるんですけど、いや安いとは思わないですけど、あのいい値段はもちろんやっぱ公式用もしますけれども、その中でもまだ手頃に買えるのはって質問以上はグラマデリットかなと僕も思ってる。すごいお母さん思いなグローブでありがとうございます。はい、ということで、本日はお二人の、道具紹介の方させていただきました。みなさんのね、アカウントは下に概要欄にありますので、皆さん、フォローチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。